はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。今日は N フラワーデザインスクールの3本柱、縦型、横型、円型のうちの横型のアレンジメントを皆さんに紹介します。この横型っていうのはね、すごい癒し系のラインと言われてますけれども、うちの癒し系はね、めちゃくちゃ癒しだけじゃなくてかっこいいんですよ。それを皆さんに今日は紹介します。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではね、こちらの器に制作をしていきます。まず最初にこちらの今日の、ね、メイン花材になるキングプロテアですね、これを入れていきます。で、横型のアレンジって、まあ、両方に流れてもいいんですけど、どちらかに流した方がかっこいいんです。今日は、まあ、こっちの右に流そうと思います、僕は。なのでちょっとこのプロテア自体は若干左に刺します。この重い花材なんで、あんまりこうバランス左側に、とか右側にかけていくと、器ごとこう器が不安定に倒れやすくなるので気をつけてください。はい、次にこのねレネゾーンっていうね葉っぱを入れていきます。でこれも、まあ、これ再三出てくる葉っぱなんですけれども、長すぎるときはここでこのように葉っぱの長さを調整して、まあ、これでも長いかな、こう調整して刺していきます。でこれを刺す時もこの葉っぱはね、必ずこのように形をね整えてから刺していきましょう。そうするだけでアレンジメントのクオリティは数段上がります。このような感じですね。これが全体の大きさになってきますね、この時点でね。これに花をいろいろ入れていきます。お花を入れていきます。では次にこのねカラーを入れていきましょう。ここでね、ちょっと一番最初にプロティアの葉っぱをね、こう取っといたんですけど、そのプロティアの葉っぱを入れていきます。はい、次にこの赤ドラセナを入れていきます。赤ドラはこう丸めて入れるものと、伸ばして入れてるもの、入れていくものと、両方使いましょうね。丸めるのはホチキスで留めていきます。でこれ毎回言ってますけれども、これドラセナの葉っぱは1枚だけね、このように長く取っておいて、このステムから長く伸ばして使っていきます。次にこの黒ひげ君をね入れていきましょう。でフォームがちょっと見えてるこういう奥のところをこの手前に沿い入れてファンデーションワークをしていきます。はい、最後にこちらの黒いひまわりを入れていきますね。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。このね、横の型のアレンジってなかなかラインがかっこいいですよね。ぜひね、皆さんも練習して習得してみてください。でまたね、こう個性的なお花を使うとラインを取っていくのはすごい難しくなってくるんですけれども、まあ、これもね、まあ、適材適所に入れていくと割とスマートにこう入れていくことができます。今回ね、花材料ちょっと多めなんですけれども、もっと少なめでもね、横型はできますので、最初はね、少ない花材から始めてみるとやりやすいと思います。ではね、ぜひチャレンジしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。
次回も楽しみにしていてください。